はい、みーちゃんです。今日はね、りーたんとなーたんと久々飲むってことで、ちょっとね、何品か作っていこうかなと思います。で、今日はね、じゃーん、お鍋でみんなで付き合おうかなと思って、で、今日はちゃんことこのあごだし鍋のミックスで作っていこうかな。ちょっとみんなの乾杯前に、ちょっとフライングなるけど、ちょっと飲みながらね、作っていこうかな。おー、泡が。今日も一日お疲れ様です。乾杯。おー、うまっ。今日は可愛いエプロンをつけながらやっていきます。きゅうりを斜め切りに切っていきます。たらじゃん。もうね、時短でね、簡単なので、これお店に置いてあるので、これを使っていこうかな。楽やしさ、一品のおつまみになるから超助かる。ラッスン漬け、これをもう入れます。優しくもみもみをして30分ぐらい漬けておきます。次、アボカド、こんな感じで。カツオ、割引してたカツオを使います。マグロ買おうと思ったけど、マグロ高いね。高かった。なので今回カツオで代用します。マヨネーズと多めに、これぐらい入れても辛くならないので、と醤油で混ぜます。出来上がり。美味しい。ではズッキーニ、和風だしと醤油だしの合わさった味。今回お鍋にはエビちゃん入れて、鶏もも肉も安売りで入れて、椎茸、えのき、しめじに肉団子、にがりに水菜、あとはね、ネギと白菜を入れていこうかな。醤油で、ズッキーニは最後ね、粉チーズかけるけど、ちょっと買い忘れたので友達が持ってきます。最後忘れてたきゅうり、これで準備完璧。まだみんな来ない。あ、一緒の買っとるじゃん。そうそうそう、俺ねえ、そっじゃあ、こっちどっちかが、どっちも開けてどっちもいいね。貸してフィルムを押しとくのかな。やっぱさ、いい匂いそう。鍋さ、混合した方が美味しいね。うん、味が濃厚。ズッキーニ食べる。うん、これよ、これ、このまさに粉チーズ、うん、粉チーズかけたらうまいらしい。これとわちゃんのらしいよ。味わいとくね。うん、2分で飲みる。赤2分で飲みる。
まだ食うよ。なんで食った？今さ、あ、ごめん、マグロとアボカドのはずが、うん、マグロ高かったけん、うん、あれ、カツオ。あ、カツオね。マグロとカツオ似とるけど、食べきるかな、カツオ。食べれるの？味食べれるかもしれん、もしかしたら。味？カツオだってね、ちょっとで1600円ぐらいしたじゃん。うんうん。カツオがマグロじゃんって。うん。うん、美味しい。でも、マグロっぽくない？うん、美味しい、美味しい、美味しい。あ、美味しい。うまっ。うまっ。いいね、これ。うん、うまっ。あ、うまっ。うん、うまい。いやー、暴力。あ、間違った。なんか分かってきた。だけど、不満は全然なくなった。でもそれでもね、なんかね、あそこ行きたいとかね、そこ行きたい、一緒行こうって言ってくれるね。いや、なんかいろいろね、出かけるのスイートラスケン、なんか提案はしてやらせて。どうするってなるや、二人で。だから、なるけどさ、そう。でも、優柔不断なら言っていい。いや、やばくない？こことかやる。めっちゃいっぱいあるやん。これってならん、これ。マジやばい。でも、これなんかこんな送ってこられてる。いいやん、いいやん、でも。なんでこんな悩んどっとって感じ。いや、わかるけどね。最後、なんかずらーって出てきたけど、もう。ナンバー、1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本。え？やばい。1本、6本もある。そんなあったらやばいやろ。9本、9本。みんな僕よ。お願いしますって言っとって。いや、マジ怖い怖い怖い。え、なんか取り寄る段階か。顔しか映らん。いや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 。ダメ？ノーマルです。ダメです。